こ。何の撮影やこれ。何の撮影や。あれでバリッた。あ、静電気。ビリビリッ。まあ俺電気を持つ男やろ。電気もらえん。自分でやっといて。自分でやっといて。どうも、リーブルサッカー部です。はい。はい、ですね。今日はですね、はい、レジェンドヒーローズさんに来ておりまして、はい、レジェンドヒーローズさんって何って、あのモニターとかスクリーンを使ってリアルなスポーツ体験をしようみたいな。はいはいはい。スクリーンを使ったスポーツエンターテインメント施設なんです。そのレジェンドヒーローズさんに今日遊びに来ておりまして、ベースボール系のそういうゲームが多いんですけど、一、はい、つだけね、サッカーがありまして。ありますね。出たよ、本田圭佑選手。何言うんすか。はい、言わんかい。これがやらないといかんだろうと。レジェンドヒーローもうすぐこちらにサッカーのそのゲームがあるんですけど、はい、モニターの中にこう AI キーパー。おいおいキーパー、かっこいいな。おいおいキーパー。AI キーパー。今、かつておいおいキーパー。今日はこのレジェンドヒーローズさんのサッカーゲームでカズ君と遊んでいきたいなと。はい。で、2種類ゲームがあるの。フリーキックと PK、はい、まあどっちもキーパーは AI です。そんちょそこらのキーパーより手強いです。なるほどね。カズ君なんかより数倍上手いよ。いや、悲しいわ。ということで、じゃあ早速 AI キーパーと対決するべくいきましょうか。いきましょうか。キックオフ。キックオフ。あ、暗い。明るくない。はい、ということでですね、じゃあ早速このサッカーコーナーちょっと遊んでいきたいんですけど、はい、見てください、これです。すごくないですか。すごいっすね。スクリーンに向かってここからこう蹴るわけです。はい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 。ゲームが始まるとあそこの画面に AI キーパーが現れて、でそれの AI キーパーと戦うって感じなんです。了解です。ボールでしょ。誰も当たってない。まずこちら、はい、このカードでやりますと PK 戦モードとフリーキックモードってのがあるんですよ。で今日はね、このどっちもやっていこうかなと。ほうほうほう。で代わり番号でやってみましょう。了解っす。フリーキックからいきます。フリーキックいきますか。分かるか。じゃあフリーキックモードからいきたいと思います。はい。おお、はいはい、出てくるわけですよ。はい。この位置でフリーキックのチャンスを得ました。まず1回チュートリアル、やり方を説明します。はい。10回中5ゴールを決めると次のステージに行きます。はい。じゃあ行くぞ。えいや本当に緊張するけど早くやれ。頑張りたいと思うから頑張っちゃうぞ。早くやれ。あ、やべ、タイムオーバーしちゃった。何やってん。言ってくださいよ。言ったわ、早くやれって。あ、これ練習ですか。練習ね。完璧。惜しいです。惜しい、ついているようです。まだ練習だから。おお。すごいね。ビスマルク？ビス君。ビス君って誰や？ビス君。俺かい、ビス君って。もったいないシュートでしたね。
じゃない。ドラマだ。ゴールを5回決めるとレジェンドキックに進めます。おお、これは今日からレジェンドキック。やばい、レジェンドキック、ちょっと真っ赤にやるよ。ね、ちょっと語らせてほしい。初めてカメラに行った、初めてカメラに行って、この邪魔だ。ボールを正確な位置にセットしてください。すいません。ダメ、ダメ、ダメ。高い、高い。あ、惜しいです。早く選択してください。もうこれだ、早く選択してください。このフリーキックモードやったので、次は PK モードいきましょう。はい、ミスれる回数が5球しかない。5球しかない。5球ミスった瞬間に終わりです。 OK です。頑張ります。あ、これ入ったんじゃない、入ったんじゃない。お、止めました、止めました、止めましたね。これ上手いんだけど、このキーパー、やばい。ちょっと上の隅狙う、上隅、ちょっと上狙う、上、このキーパー上にやって、入った。ほら、俺のおかげでしょ。しゃっしゃっ。はい、ダメだ、ごめんなさい、5じゃなかった。キーパーうまっ。あの、4球しかミスれなくて、6球決めなきゃダメです。キーパーうまっ。うますぎる。えぇ、マジで言ってんの。